された魂。クロードを生きたまま食い殺そうと鬼が待ち構えていた。姿はない。唯一の手がかりは車輪の跡。それは森の奥へと続いていく。いざクロードは双子を救い出すべく車輪の跡を追う。もうこの荷車は街道を進み、幾人かの番兵をつけて何かを運んでいた。鬼の犬がクロードの匂いを嗅ぎ当て、遠吠えを上げて主を呼んでいる。荷車から身の毛もよだつものを見つけた。いくつもの真の像、双子たちから抜き取られたばかりのようだ。時すでに遅し、
だが行き先を調べねば。この巻物、何を書いたものだったか。迷いはございませんな。クロードは敵の先陣を見つけた。残虐な猛虎兵を許してはおけぬ。鬼が一歩進むたび大地が揺れる中、クロードは静かに戦の備えをした。クロードにはかなわず。
敵は朽ち果てた。対馬の双子が食い物にされることはなくなったが、より大きな災いがまだうごめいている。魂を結び合わせられるのは般若というあやかしだけのはずだが、それは別の機会に語ることとしよう。扉の鍵が開いた。さあ、ゆるりと伝承に耳を傾けてくだされ。